バルチクは、ブルガリア北東部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体、ドブリチ州に属する。国会沿岸に位置する、南ドブルジャ地方の町であり、海岸沿いのリゾート地である。バルナから北に 42km のところにある。町は海岸に沿って、ドブルジャ大地の上に広がっている。バルチク植物園古代ギリシアの植民地、クルノイ、あるいは、 ヘレニズム時代末期から東ローマ帝国時代にかけては神話上の人物ディオニューソスの名をとってディオニュソポリスと呼ばれていたこの町はトラキア人の集落の跡地に建てられた要塞であったオスマン帝国の統治下で町は現行のバルチクの名で呼ばれるようになったこの故障はガガウズ語の小さな町に由来するものと考えられるまた 別の説では、その故障の起源を、カルブナ大公国の統治者バリークと関連づけている。ブルガリア解放以降、バルチクは、農業地帯の拠点として発展し、小麦の輸出拠点として、そして後には、ビーチリゾート地として、南隣のアルベナと共に発展した。その民族構成は大規模に変動しており、かつてはガガウス人とタタール人、トルコ人が大半であったが、 現在では、ブルガリア人が多数を占めている。しかしながら、町には、今もなお多くのトルコ人が、少数派として暮らしており、オスマン帝国時代のモスクは、ムスリムの住民のために使われている。1913年から1916年、及び1919 19年から1940年まで、バルチクは、ルーマニアの統治下にあった。ルーマニア統治時代には、 バルチク宮殿は、ルーマニア王妃マリアとその直近の家族のお気に入りの夏の避暑地であった。マリアのオリエンタルビラには、彼女の遺言に従って、心臓が収められていた。1940年のクラヨーバ条約によって、南ドブロジャがブルガリアに返還されると、マリアの心臓はルーマニアに移送された。 バルチク宮殿と隣接するバルチク植物園は、町の重要な観光名所となっている。隣接するカバルナには、18ホールのゴルフコース3つがあり、2つはゲイリープレイヤーにより、1つはイアンウズナムによってデザインされた。国会に面するアルベナの砂浜アルベナは、バルチク自治体にある村落であり、バルチクの町から 12km、バルナから 30km 離れている。 バルナ空港にも近い。アルベナは国会沿いの観光地として建設され、統一感ある独特の建築が並ぶ。多くのホテルが海岸に沿って林立し、たっぷりの太陽の光を受け、砂浜、海へ直接立ち入ることができるようになっている。アルベナからは他の観光地、文化的、経済的拠点と短距離で結ばれており、また多くの自然にも恵まれている。 1960年代まで無人の地に建設された観光地であるが、現在は独自の街の中心を持ったリゾート街であり、域内交通も整備され、域内を定期的に巡回する小型の鉄道交通もある。リゾート地は、長さ5キロメートル、幅150メートルにわたって広がる砂浜であり、良質で綺麗な砂を持っている。海水は、通常、 正常で透き通っており穏やかで暖かい。海岸から100メートルないし150メートルの範囲で、深度は1.6メートルを超えることはないとお朝の浜となっている。訪問者は現代的な43のホテルを選ぶことができ、うち数個はベッド数2万を超える。ホテルの多くは自前のプールを持っている。ホテルからは海側には美しい海岸を 山側にはバルタタ国立保護区を望み、濃密な森林と海の眺めを同時に楽しむことができる。海の気候条件は温厚であり、空気は澄んでいる。観光シーズンは5月から10月であり、この間は海と砂浜を楽しむことができる。加えてアルベナには温泉もある、保養地となっており、年中通して営業をしている宿泊施設もある。 摂氏30度程度の温泉が湧き出ており、成分にはカルシウム及びマグネシウムの炭水化物が含まれる。訪問者はサッカーのフィールドや乗馬施設などのスポーツ施設を利用でき、多くの文化イベントや会議などが開かれる。このリゾート地はブルガリアの作家ヨルダンヨフコフの作品に登場する女性の名前にちなんで付けられた。アルベナは ブルガリア語の女性人名であるバルチク基礎自治体にはその中心であるバルチクをはじめ以下の町村が存在しているアーカイブされたコピー2007年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年2月26日閲覧ありがとうございます